シャキーン。おはようございます、ジョボルテです。本日はピアニストのお家にはおいくら万円の楽譜が眠っているのか、今日は発掘していきたいなとは思いまっちゃ。ハンザワー、やられたらやり返す、倍返しだ。最近ちょっと演奏会が中止になってドラマにハマっておりました、ボルテです。今日やっていきたいのは、僕のお家にはたくさんの楽譜があります。ピアノ教室をね、フォルテマザーがやってるということで、たくさん楽譜があるんですけども、まあそんなのはいい、ピアニストのお家には楽譜どのくらい眠っているのというわけで、早速数えていきたいなと思いまっちょ。なぜこの動画をね撮ろうと思ったのかと言いますと、まあいつも撮影する塗ってるピアノとは違う部屋なんですけども、こちらの部屋でね、まあ撮影をした時とかライブした時に、後ろの楽譜めちゃくちゃありまっちょ、何冊あるか数えてください、いくらなんですかみたいなね、ライブ中に来ることがありました。フォルテは今までそれを全部無視してました、ごめんなさい。っていうのもわからないからです。ということで今日は数えていきたいなと思いまっちょ。で、いつも弾いてるピアノの部屋にも何冊かあります。それ数えてきたら大体100冊ぐらいでした。で、今100冊は最後にプラスするとして、今回はもう何円とかね数えるの超めんどくさいんで、やっぱり1冊平均大体3000円ぐらいでいきたいと思います。っていうのも値段はバラバラです。このベートーベンの楽譜は5900円ぐらいしますね。5000円かな、税込み5000円ぐらいします。3000円じゃダメかもしれんな。よいしょ。例えばこの楽譜2400円します。結構楽譜によってバラバラな値段なので決めました。平均3000円でいきたいと思いまっちょ。それではまずどこまで数えないといけないのか計算してみましょう。見てください、あちらもあります。あちらにはね、まあたくさんの雑誌とか月刊書版みたいなのがあります。そしてこちら、こちらにはまあなんかあの楽譜があります。でこちら、楽譜があります、楽譜があります、楽譜があります。はい、それでは早速数えていきたいなと思いまっちょ。途中で、あ、僕の鳩時計が鳴りました。やめろやめろやめろ。というわけでね、途中もうねめんどくさくなってスーパースピードを速くして数えるかもしれません。よろしくお願いします。ここだけで52ありました。もうあとかける3していいですか？52、52、52って足したらいいですか？めんどくさくできました。まあまだ頑張りましょう。53、54、55、56、51、200! 数え方を教えましょう。220、220、220、230、240、250、350、300! ただいま300を達成いたしました。やっぱこんなんを朝から晩までちゃんと数えてたら本当に一日が終わっちゃうので、これはご了承ください。305、306、330、いくよ、こっからここまでいくよ。330からいくよ、おりゃー、400。こういうのがあるとね、これは音楽大学入試のやつなんですけどね、まあこれだけでなんかもう100冊分換算して500、600と言いたいところですが、さすがにこれはね嘘なので、401、402、403、うわ、450、うわ、500、530。この CD 見てください。これね厳選されたやつなんですけど、まだまだもっとあります。棚にあるんですけど、今度 CD も数えてみたいなと思います。今回はなし。今530ですね。まだまだ数えていけんか。
600、700、800、900、900。はい、というわけでいつもピアノを弾いてる部屋に来ました。見てください、この上。そう、ピアノですよ。僕がいつも弾いてるピアノです。こちらの家にはピアノの下に楽譜を置いてます。で、楽譜だったのです。これが約100冊近くありまっちょ。で、その中にはね、まあいろんな曲があるんですけども、やっぱここではね、よく弾く曲が多いかなと思います。今まで弾いた曲とか今後も弾く可能性が高い曲がたくさん入ってます。この楽譜なんて見てください。めちゃくちゃレッスンで一緒に頑張ってきた証があります。見てください、このマスキングテープ、約10年前ぐらいのマスキングテープですよ。で、この書き込みもすごいですね。きちんと勉強したんですよ。これ熱情ですね。難しい、恐ろしく勉強して、うわー、何書いてるか今見ると全くわからないですね。これは意味があったのでしょうか。まあ、そんな感じでね、僕の部屋には思い入れのある楽譜がたくさんあります。で、他にも弾いていきたい曲とかもあります。これは何だろう、ドホナーニでしたね。これはね、まあ、また紹介したいなと思ってるんですけども、僕が大学時代とかになんかその先生とかとね取り入れていたドホナーニってやつの練習曲なんですけども、まあ、指の独立のためにね、まあ、やるべき本です。その中にもこちらは英雄ポロネーズですね。少しずつ書き込んでます。まあ、こんな感じでね、よく使う楽譜がたくさんあります。この棚のね、外にもね、楽譜あるんですけども、汚いので見せれません。汚いって言ってもね、美しいんですよ。清潔感はあるんですけども、物が多いってことです。汚くはないです。美しいけど、清潔感もある。だけど物が多いので、まあ見せれません。というわけで、ここまで見ていただき、ありがとうマッチョ。こちらが僕の、いつも弾いてる部屋の一軍ゾーンの楽譜たちです。グッバイ。僕の部屋にも100冊ほど眠ってるので、合計1000冊。1000冊を3000円でかけると、300万円ですね。まあでもこれはね、おそらく、まあいろいろポイントとか多分使ってると思うんで、実際にはそんな値段いってないと思うんですけども、約、まあそのくらい眠ってました。まあ、値段はね、本当に3000円で適当に言ったんですけども、本当に980円とか500円のものとかも、雑誌とかもあそこでね、プラスしたんですけども、まあ雑誌とかだともっと安い300円とかもあるので、値段はね、本当にわかりません。数としては約1000冊ありました。まあここ見てください。ベートーベン、ショパン、ショパンだけでこんだけあります。いろんな版があるんですよ。いろんな人がショパンの楽譜を解釈して書いてます。こっちベートーベン、ほらー、まあこういう系のね、ヘンレ版っていうのはね、結構ね、破れやすいです。だから僕はこうやってカバーをしてます。フォルテマザーが使ってたからこそ、昔のやつだから少し色が違うね。フォルテマザー、フォルテみたいな感じですね。で、楽譜っていうのはすぐ破れちゃうので大切にしまいましょう。で、ここにはね、まあ先生が選んだピアノ名曲120選、こんなのがあるんじゃ。今度この動画で使おうこれがあるじゃないか、素晴らしい。いきますよ。先生が選んだピアノ名曲120選からこんな曲がありました。体とピアノを一緒に使って、フォルテ先生と体を動かしよう。じゃあ先生の動き真似て。こうやってね。1、2、3、はい！一緒に動かして、今後もフォルテ先生と一緒に動画を楽しもう。フォルテ先生結構頑張ったから疲れたの。今日はこんな感じでみんなとバイバイしてもいいかな。それではみんな、僕と一緒にエンディングを歌って終わろう。見てくれてありがとね。よければグッドも押してって。ワン、ツー、サン、はい。
見てくれてありがとうね。よければグッド回してって、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 、もうちょっとグッドリズムです、もうちょっと。